はい、どうも、沢田俊也です。はい、メリーです。今回ですね、荒川直志さんの作品の、はい、さよならフットボールという漫画について話しましょう。はい、そうですね。なんかこれ、ね、はい、僕読んだのつい最近なんですけど。あ、そうなんですか。だいぶ前から話題になってたじゃないですか。ええ、話題になってましたよ。で、メリーさんのブログでも取り上げられてて、はい。で、その時に見て、あ、面白そうと思って、ええ、今の今まで読まなかったっていうね。どういうことですか、それは。いや、なんか、興味は持ってたんですけど、はい、2巻で終わりじゃないですか。そうですね。で、結構、はい、短い関数で終わる漫画って、はい、読んでも心に残らん漫画っていうのが多いんで、みんなの評価は高いけど、それほどでもないんじゃないのってすごい思ってたんですよ、正直。そんなことないじゃないですか。押しましたよ。もう年末も、はい。で、特別企画の時も、そのさよならフットボールの話をしてたから、はい、メリーさんが、はい、なるほどって言いながら読んでなかったから、はい、ふんって思いながら、聞いてたんですけど。ひどいっすね。まあ、なんやろ、はい、優先して買う選択肢に入ってなかったってだけの話で、まあ、いつか読もうと思ったんですけどね。で、結構、その、古本でもね、全然値段が下がらないんですよ、この漫画。ああ、そうなんですか。アマゾンでも、はいはい、中古本買えるじゃないですか。あ、そうですね。あそこの値段見てても、全然値段が下がらへんから、はい、そんな面白いんかと思って、もう、新品で買うたわけなんですけど。はい、あ、買っちゃいました。はい。はい。もう読んで正解やなと。あ、そうですよね。はい。だから早く読めばよかった。なんか、その、はい、なんやろ、あれ、もともと何きっかけで流行り始めたっていうか話題になったんかな、この漫画すごいとかか違うか、どっからかな、自然発生的にすごい高評価でしたよね、この漫画。なんか、ある時、ふっと話題になり始めたっていう僕も感覚ですよね。ね、僕が、まあ、買った時、当初最初に取り上げた時にはやっぱり全然話としてはなくて、うん、で、年末にもう一度、まあ、ランキングした時の間のぐらいのところで、ちょっと話が徐々に盛り上がってきてるなっていう感じはしていましたけれども、うんうん、実際何が原因だったかっていうのはちょっと僕もはっきりとはわからないですね。で、まあ、そういうね、そのネット上で自然発生的にこう盛り上がってくる話題性のある本を、はい、うん、やったじゃないですか。そうですね。で、結構僕そういうのって、はい、なんか本当にそうかって思う気持ちがあるからうん、うん、一旦騒ぎが収まってからじゃないと結構手が出せないですね。ああ、なるほど。だから読んだのが今ってことやったんですけど。ああ、なるほど、なるほど、はい。そうですね。もしかしたら2巻と1巻ってかなり雰囲気が違うんで、うん、うん、2巻のその試合が始まってからっていうのはちょっとあるんですけど、そこからが。ずっとなんかジェットコースターみたいな感じで面白かったかなっていうふうに思いますけどね、うん、そこかな。1巻目は結構ゆっくりゆったりしてるんですよね、うん、まあ見た目ですけれども、うん、だからそこでちょっとまだ火がつかなかったのかなっていうふうにちょっと今思ったりはしますけど。で、正直そのあらすじとか見てても、はい、もう設定だけ見るとどこにでもあるようなベタな話じゃないですか。あ、まあ、要はその女性だけれども、まあ、はい、男の領域に、そうですね。踏み込んでしまって、うん、で、女だからというジレンマに悩まされるっていう設定は、はい。まあ、サッカーではなくても、いろんな、まあそうですね。テーマとか題材にされたりするじゃないですか。うん。そうですね、で、まあ、そこからどういう行き筋で、まあ、ゴールを目指すかっていうのは、うん。まあ、大体一緒じゃないですか、正直。うん。だから設定としては、まあ、どこにでもあるよな、みたいな。ああ、女の子やけどサッカー好きか、みたいな。あらすじだけ見てるとね。ああ、なるほど。そんな感じなわけですよ。そうですね。ただ逆に私としては、これをサッカーでやったっていうところと、あとその、確かに女性が男社会にっていうか、入り込んでいて、まあ、いろいろ言われながら、こう、戦って、こう、勝ち上がっていくみたいな、そんなような話っていうのは他の漫画では多いですけど、フットボールだとかなり得意だなっていうふうに、ちょっと僕の場合は思ったんですね。特にこれって中学生の話じゃないですか。うん、で、スポーツって、よくまあ、サッカー漫画であれば、
例えばちょっと体が貧弱な少年とかが主人公になって、うん、で、まあ体がでかい、なんかすごい上手い人とかっていうのが、うん、まあライバルとして出てくると。で、大体その最初のうちは全然ダメだったんだけども、すんごい努力して、うん、で、体つきもだんだんこう良くなってきて、うん、で、最後には倒すっていうような話じゃないですか、うん。で、成長物語ですよね。で、これも成長はあるんですけれども、まず肉体的に言うならば、逆にこれってこう反比例というか、どんどん落ちていくというか差がついていってしまうっていうシチュエーションなのにちょっと面白いなと思ったんですよね、うん、それがね、その足立みつるのクロスゲームとかでも似たような展開やったわけですよ。あ、なるほど、そんなのがあるんですね。要は少年野球でも女の子は混じりとったけど、結局その中学生になって思春期を境に体格とか体力的な差が出てしまうから断念せざるを得ない、うんうん、っていうような、まあスポーツを舞台にすると、どこかで絶対出てくる壁っていうのがあるじゃないですか。はい、うん、ありますね。小学校の頃は男女関係なくできてたけども。うん、っていうこと自体は、まあ、よくテーマに挙げられるかなって、うんで。そこで描かれる問題とか葛藤とか悩みっていうのは、はい、もうそれでも先に進むのかと。でも絶対乗り越えられない現実的な壁が直面しているっていう。でそこをいかに自分の気持ちとしてうまく受け止めることができるかとか、はい、まあ、何かしらの方法を持って、まあ、浄化させるかみたいな感じかなっていうイメージは、まあ、できるじゃないですか。うんうんうん、で、このサヨナラフットボールでも描かれてあることは、本当そこにあんまり、かけ離れてない。別に、正直なところ、この主人公女の子が、男子サッカー界を引っ張っていくとかいう話でもないから。まあそうですね。まあ青春の1ページとして、まあありがちな話やなっていうのがあったんですけど、うんうんうん、それでもこんなに感動できるのはなぜかっていうのが僕の中での不思議な部分やったわけですよ。うん、あ、要はその使い古されたベタな王道的な話をしているにもかかわらず、うん、ふん、どこにでもある話やなと、うんうん、思うだけで終わらせる。うん、ない何かがあるなっていうのがあって、うん、すげえなと思ったんですね、この漫画に関しては、うん、まあ、単純に僕が年を取って涙もろくなってるっていうのもあると思うんですけど、はい、まあ、それにしてもいわゆるその、漫画力が高いなっていう、うん、そうですね、まあ、よく僕はそのなんていうんですかね、うん、その単純に話の構成がうまいとか、はい、なんか絵がうまいとか、うん、そういうのではなくてその漫画というものが上手い人をよく漫画力が高いっていう、もうざっくりとした言葉で表現してるんですけど、はい、だから、なんやろうな、もし、これと同じ脚本で、うん、まあ、どこぞの監督が邦画を作ったとしたら、はい、新垣結衣代表主人公にしてね、多分そんな思んないと思うんですよ、正直。ああ、そうですね。うん、これはこの人が書いたから面白いんじゃないかなっていうのがあって、うん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 、でそれでちょっとびっくりしたんですよね、この荒川直さんすげえなっていう、うんうんうん、なんかどういうところとか具体的にとかありますか。いや、それはね、うん、なんやろうね、だから僕がもう感じたことでしかないんですけど、まずその主人公の女の子がやっぱりその共感しやすいんですよ。なんかなんていうんですかね、うん、あの普通こういう女の子、その男社会に混じろうとしてる女の子を主人公にした場合、うん、はい、読者が男の僕やった場合は、はい、あ、そういう女の子いるよなっていう第三者目線でこう眺めるじゃないですか、その人を、はい、でもこの漫画を読んでると単純にこの女の子に感情移入ができるから、うんうんうん、あ、分かる分かる、悔しいよねとかっていう感じであるとか、うんうんうん、まあ、それでも何とかしたいよねとか、まあ、そういう気持ちっていうのが、うん、乗っかりやすかったので、それなんでかなって考えたときに、まあ単純に女の子が嫌味じゃないからかなっていうのはあったんですけど、うんうんうん、その持ってき方は多分うまいんかなっていうのがあって、その読者の気持ちをうまく乗せれるように、この人は漫画を描いてるのかなっていうのがあるんですけど。そうですね、本当すごくまっすぐっていうのはまずありますよね。もうずっと最初から最後まで、まあね、まあ、きっかけが男の子ですね。自分の幼馴染の男の子に、まあ、なんて言ったらいいのかな。まあ、こじれてしまったところはあるんですけれども、うん、うん、まあ、お前は女だから、で、俺には勝てないんだ、っていう風に言われてしまって反発するっていうところなんだけれども、うん、もう絶対負けない。すごい負けず嫌いで、で、まっすぐで、で、それに対してひたむきに努力するっていう、うんうん、私がいないとサッカーが
できないよっていうぐらいの存在になってやるっていう風な、まあ、気持ちでいてくれるから、うん、まあ、それでね、いろんな壁にぶつかってお前は無理だっていう風に散々言われて、で、それでも頑張るんだっていう風な、崩れそうになるんだけれども頑張るんだっていう風に思う。っていうのはやっぱりね、あのオーソドックスですけども、やっぱりすごく共感できるところというか、いいなっていうふうに思えるところは私は思いましたけどね、うんうん、そう、それでさらにそのオーソドックスなところに加えて、うん、はい、あの成し得ないものに対してま、はい、っすぐな直情バカな性格で突き進むっていうのは、はい、まあ、男女限らず少年漫画ではよくあるじゃないですか、うん、そうですね。まあ、極端な話で言うと、ドラゴンボールの孫悟空は戦いたいから戦いてんの。行き着くとそうなってしまうんですけど。まあそうですね。で、それをまあ青春漫画レベルに落としても、結構なんですか、はい、無茶なことでも、うん、道理をにじみ曲げて、まっすぐやってたりすか、突き破れるんだみたいな感じで、うん、まあ結果都合よく展開するっていう漫画も多いじゃないですか。そうですね。でもこの漫画はそうではなくて、うん、そこはあくまでリアルな感じで、うん、無理なものは無理だからっていう話。うん、で、突き進むじゃないですか。うん。で、それを漫画的都合で突き破るものもしないじゃないですか。うん、まあ、ちょっとしたファンタジーは入ってますけどね。はい、なんかあの、結局、成り代わって試合に出るっていう、ちょっとした、ね、まあ、漫画的ファンタジーは入ってますけど、うん、でもやっぱり、その、なんていうかな、気持ちが強いだけでは何も成し得ないわけですよ。この漫画の中では。はい、うん。で、かつ、その、主人公に対して、その、お前は女だから、勝てないとか、うん、昔はどうだったか知らんけど、今は俺の方が上手いとかっていう、うん、まあ、いわゆる、ライバルになるんかな、この物語の中では。うん、ね、あの、昔は、はい。子分扱いしていた幼馴染の男の子が、ね、まあ、ある種自分のライバルとして、はい。その、フィジカルがない自分であるとか、うん、女である自分であるとか、その真逆のプレイヤーとしての男の子が出てくるじゃないですか。うん。そうですね。ある種それがライバル扱いになるんですけど、はい、その男の子も、その主人公にそれを言った理由っていうのはちゃんとあるじゃないですか。そうですね。それもちゃんと描かれてるから、うん、なんかすごい人ひねりしてるというか、そうですね。単純にバカにしてたわけじゃないんだよっていうところが、まあ子供時代に結構ね、あの、たびたび子供時代の話が入り込んできて、で、それでこう、キャラクターの厚みが増すというか、うん。個々それぞれの理由がちゃんと描かれてる。ですけど、そうですね、それが説明ではなくて、ちゃんと漫画を読む中で感じさせてる風に展開していくので、うん、なんか最後まで読んだ時に、うん、みんな頑張ったよって思うんですよ。そうですね。みんな頑張ったって。なんか、多分これ漫画力がない人が書くと、うん、はい、敵は単純に敵で終わると思うんですよね。そうですね。なんか、あいつらに勝ちたいっていう気持ちだけが描かれてしまって、敵は敵として描かれて、かつ、最後に勝った最後の子まで、はい、お前もなかなかやるな、みたいな感じになって、和解して終わりとかっていうのはありがちなパターンやと思うんですけど、そうですね。そうではなくて、ちゃんと、なんて言うんですかね、その、確執っていう言葉を使ったらちょっとあれですけど、まあ、因果があるわけですよ、ちゃんとこの敵味方に対して。しかも、それは、はい、青春ならではの甘酸っぱい因果があるわけですよ。うんうんうん。っていうのも、なんか同時に描かれていってるのが、なんかすごいこう、盛り上げてくれるというか、いや、まあそこも嫌味がないというかね。そう。結構かなりこれ、あれですよね、さっきあの、その、まあファンタジーも多少あるけれども、結構その2巻の真ん中あたりぐらいまではかなりその主人公の恩田望ちゃんっていうのはもう叩かれまくっていたじゃないですか、うんうん、でそこから2巻の後半からスタートしてくるなんか反撃というかちょっと悟った時から の、うんあのまあ、覚醒の仕方っていうのが凄まじくて、うんまあ、そこでもう、 もう2巻ではずっとこう泣きっぱなしだよっていう状況に僕はなってしまったんですけれどもあれもね、うん、持っていき方が下手くそやったらうん、そんなファンたちあるかいっつって、都合のいい話やの、で終わってまうんですけど、それを都合のいい描き方にしないためのちゃんと伏線とか貼ってるじゃないですか、前半の方で。そうですね。だから、その、ま、言ったら、ある種のスーパーサイヤ人化みたいな感じのことをするんですけど、納得がいくんですよ、読んでて。ああ、そうだよね、と。
スーパーサイヤ人かっていうのは違うな。一つの方向性にベクトルが一段階上がったわけではないですからね。このやり方自体を変えてきたっていう。そうですね。あ、そうだったんだって。昔は俺、私はこう思ってたじゃないかっていうやつですね。なんかすごいなんか人の気持ちの動き方として自然だなと思いながら見てたんですけど。だからそういう意味で、まあ総じて漫画力が高えなっていう簡単な言葉で表現してたんですけど。そうですね。やっぱなんか、1巻と2巻でやっぱかなり雰囲気も違って、なんだろうな、こう、圧縮されていくっていう感じが、あの話がどん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 、2巻のその真ん中の爆発するところまで、ずっと詰め込み詰め込みっていう感じで、重なっていくっていう作り方も面白くて。そうですね。1巻なんかは結構最初のところって結構景色が多いんですよね。背景が多くて。で、これって、まあなんだろうなって思ってて、特にその、まあもちろん場所を意味するというか、ここにいるんだよっていうのはあるんですけど、特にその時間の流れ、時の流れが緩やかにこう、流れていく。歩いて、この場所を通って、次の信号のあるところまで行って、とかっていう背景が結構書かれるんですけど、結構その緩やかな時間に対して自分がそのだんだん成長していってしまうので、放っておくと黙っていても自分は男子にどん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 こう差をつけられてしまうんだっていう、その焦りというか、そういったものがじわ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 ってこう、滲み出てくるような書き方っていうのがすごくうまくて、で、2巻はもう全然その背景とか全然なくて、試合がスタートしてからもうその壁っていうのが、その、今までは一巻では、その時間っていうのが、そのライバルというか、そういったものだった感じかなって思ったんですけども、一巻からそのナメックっていうその男の子ですね、幼馴染の昔は子供、子分だったと、自分よりもずっと弱かったはずの男の子が、まあ、体もつきもすごく良くなって、で、もう、壁となって立ちはだかるって具体的な敵として出てくるっていうところで、まあ今度はそれが具体的な敵があってそれに対してどういうふうに挑むのかっていうところの爆発っていうところに、まあ変わっていくっていうその転換というか、今までもやもやとしてたものが敵がこいつだっていうのが決まって、でそれに対してどういくのかっていうふうなこう、スピード感というか、時間の流れが全然違うっていう見せ方っていうのが、すごいなんか、やっぱり2巻すごいなっていう、ふうに思ったところですね。やっぱそういうふうな見せ方、組み立て方っていうのが、非常にやっぱりちょっともう一度読み直してみて面白かったなっていうところはありましたね。そうですね。だから本当、面白い2時間映画を何回も見直せるじゃないですか。そんな感じで、まあ何回読んでも、まあ楽しめるなっていうのがあって。なんやろな。そうですね。まあ、漫画力高いって言ってるんですけど、それは。まあそうですね、それも聞きますよね。だから、あ、すげえと思って、僕はこの人の今連載中の漫画の、この4月は君の嘘っていう漫画を買ったんですけど、だからこのさよならフットボールで、え、すげえと思って、果たしてこれは本物の力なのかと思ってね。それを確かめる意味でも、まあ4月は君の嘘を買ったんですけど、現状2巻までですが、そうですね。全然面白く読めているので、あ、よかったです。こいつ本物じゃねえかよ。感じはすごいしてますね。4月は君の嘘もまたすごいレベルアップしたというか、アプローチが違うせいなのかもしれないですけど、また違う可能性が見えてきたっていう風な感じですごい面白かったですね。まあね、まあ、一巻はでも私さほどでもなかったんで、最初のうちは。一巻のところは、まあ確かに、すごく面白いし、見せ場もあるんだけれども、やっぱり二巻からの、その爆発というかですね、やっぱそこまでのためがすごくうまいんだろうなっていう、見せ方がやっぱうまいですよね。一巻もね、正直これ、まだこれも設定としてはありがちなんですよ。その音楽を、音楽として楽しめてこれなかった主人公とか、何かしらの原因があってトラウマを抱えているであるとか、なんかそういうのもまたどっかで聞いたような話じゃないですか、主人公的には。はい。でもやっぱこの人が書くとなんか読めるなとか思って、まあ、要はその何かしらのコンプレックスにこうぶつかっ、囚われていってしまって、まあ闇から抜け出せられない主人公をまあ導いてくれる役からの女の子とか、そうですね、この構図自体は特に珍しくないと思うんですよね、そういうのって、でもなんか読んでしまうんですよ、なんかそうですね、なんか
まあ、ありがちなかもしれないですけど、やっぱりこの女の子っていうのは非常に強いですよね。このキャラクター、荒川さんのサヨナラフットボールもそうですけど、女の子がこうグイグイ引っ張っていくっていうか、うじうじしてる主人公を引っ張っていってくれる存在で、でなおかつその引っ張ってくれてる女の子も実は、この中では怖いって思ってるっていうのを隠してるっていう、うんうん、そのまあなんだろう、相反するというかギャップというか、そういったものが垣間見たりとか、何気なく書かれていたりとかするのとかっていうのはやっぱうまいなと思いますよね。まあね、うん、まあまあ、これは本当年取ったからかなと思うんですけどね。こういう、うん、まあ、10代特有の、はい。こう、悩みとか葛藤とか、ね、なんか、もっと悩めばいいさってそこ見てると思う。大人目線でね。もっと悩めばいいさと。そうですね。まあ、そう簡単には、ね、引っ張り上げられないでしょうし、で、なんか、その、さよならフットボールの方もそうなんですけど、はい。そこに、その大まかなストーリーライン、ええ。を、人ひねりさした、その上にさらに、恋愛感情もちょっと入れてくるじゃないですか。ああ、そうですね。それがね、ちょっと見ててね、はい、こう、キュンキュン起こるんですよね、うん、おっさんからすると。なんか、ね、幼馴染の二人の少年は、結局、なんだろう。先には進まなかったけど、ずっとこう、後ろから見てて、ねえ、のぞみちゃんとが、まあ、望んだようになればいいなって、でも俺たち変わっちゃうよなっていうような、うん、こう、なんだろう、ナレーションといったらあれなんですけれども、ちょっと一歩引いたところで、恋はしてるんだけれども、うん、こう、うん、なんか話を締めてくれる役割というか、うん、そういったなんか役割として、なんか渋いっていうか、うん、うん、そういう存在を出してくるのも面白いなと思いましたね。恋愛物語としては、その恋愛にはならなかったけれども、うん、まあ、うん、でもこういう奴らがいてすごくいいね、気持ちいいねっていう人たちですよね。うんうん、なんていうかな、このままでいたいけど、このままでもいられないってことも同時に分かっている感を、そうですね。ちょっと出されると、基本のところの人は見てて、うん、なんか大人目線ですよね彼ら、あのナメック君みたいになんかこう、俺どんどん体が強くなってきたって、もうお前には負けないぜっていうような、うん、まあ単純なあれではなかったですけど、うん、やっぱそのだんだん自分が良くなってくると、まあ強くなってくると、その弱いくなってしまった女の子に対して、まあ守ってあげたいとか、そういったような気持ちは湧き上がるような気がするんですけど、なんかこうそこまでのぞみちゃんのことを思って、その身になって、いられるっていう、この二人っていうのはすごくなんかいい役割というか、いいキャラだなって思いますよね。まあ中学生という設定からすると結構ファンタジーですけど、そうですね。まあそこまで出しゃばっていないから、うん、まあ気を利用できるんで、まあそういうのもまあいい感じかなと。このね、男の子二人が出しゃばると、はい。途端になんか、浅い感じの漫画になってしまいそうじゃないですか。ええ。あくまでまあ、恋模様は伺わせているけれども、あくまでそれもエッセンスの一つでしかないので。そうですね。惚れているってやつですよね。なんか、好きっていう、好きは好きなんだけれども、こいつのこの華麗なプレイというか、心意気というか、のぞむちゃんの心にすごい、こう、惚れているっていう感じの二人なんだろうなっていうふうには思いますね。うん、まあね、なんか本当読んだことない人はぜひ購入していただければと。ね、ええー、もうぜひ、もうこれを聞いたらすぐですね、本屋さんに行っていただいて買っていただければと思いますんで、一年とか待たずに。なうって。まあ言うでも結構ね、はい、いろんなとこでも話題になってますもんね、これね。そうですね。まあは、結構、ね、雑誌社さんの方でも結構推してるのを見かけますし、書店員さんとかも、特に4月は君の嘘とかが発売になるときとかは、かなり推してるツイートとかを見たとかするんで、うん、もう注目されてるんだろうなっていうのはよく感じますよね。でこの、他に何の漫画書いてんのかなとか思ったら、はいはい。なんか原作付きでなんか、そうですね。
最初なんかまだ私も読んでないんですけど、冷たい校舎の時は止まるとかっていう、 それをなんかもう連載で見たことがあって、はい、あ、そうなんですか。その時はね、そんなピンと来てなかったんですよね、その時は。あ、なんか確かにちょっとそんなにそんなに評価は良くなかったかなっていう風に感じたりとかしてて読んでなかったんですけど、ちょっと絵が小綺麗な人かな程度の感じやったんで、うん、だからそういう意味でさよならフットボールの作詞調べた時に、あ、あの人かと思って、はい、あ、なるほどなるほど、期待もしなかったっていうのもあったんですけどあ、なるほど、確かに、まあ、前はそんなにピンとこない漫画だったなって思ったんですね。うん、どうなんでしょうね、やっぱ、まあ、原作付きじゃなくて荒川さんが一から作った漫画だということなんで、こういう話がもともと作れる方だったのかなって。うん、そうですね、情報がないんで何とも。そうですね、あんまり調べても何も出てこへんから。そうなんですよね、うん、意外と情報がなくて分かんない方ですね、うん、まあ本当でも現在連載中のこの4月は君の嘘も期待だなと、はい、そうですね、これは非常にまた、ね、最後まで追っかけてみたい漫画だなっていうふうに思わせてくれてますね、うん、あ、すげえ、今4月は君の嘘の1巻、はい、初版が2011年の9月ですよ。はいはいはい。で、僕が買ったやつが2012年の1月の第5釣り発行ですから。おぉ、5釣りまで行ってます。すげえ発行されてますね。すごいですね。あー、やっぱ結構話題になってるんですね。なってんねやな。そうですね。情報発信番組としては手を成しないうちの番組なんで、全然一時情報とかにはならないんですけど、まあ、現時点でこれを聞いて、いる人の中でまだ知らない方とかはですね、そうですね、まあ、ぜひ触れていただければいいんじゃないかなと。はい、まあ、ちょっとこれからも期待したいところですよね。そうですね、ぜひ先が気になる漫画なんで。そうですね、やっぱこう嫌味、僕的にはこう嫌味なく読めるっていうのがいいっすわ。あ、そうですね、なんかね、もうね、ドロドロしたのとかもいいです。なんか爽やかなのが読みたいです。そうですね。なんかね、誰かを傷つけるわけではなくて、こうひたすらこう優しいんだけど、自分の中でどん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 こう鬱積していくものが溜まっていくのをどう解決していくのか、自分なりに解決を導いていくのかっていう話なのが面白いですよね。そうですね。やっぱりその人間ドラマの本質は自分と向き合うことやと思うんで、それをもう。ね、人はめるとかね、そういうのもいらないですから。そうですね。意地悪な子いないですからね。なんかもう、そういうの、罠にはめるとか、足を引っ張るとかも、そんなにいいですから、みんなで頑張っていこう。みんなで頑張っていこう。そうですからね。望むの方は、トート君を。もう、そうですね。すごくなんか気持ちのいい青春ドラマだなっていう感じですよね。あとこれ、中学生なんかな？4月は君の嘘の方も。サヨナラフットボールは中学生でしたね。はい、4月は君の嘘の方は高校生、ね、14歳って言ってますから、やっぱりまだ中学最後の夏だからねってさっき言ってますね、最初の一課のところで。中学生が主人公っていうのはいいね。そうですね、中学生いいですね。これが高校生やったら、はい、なんか足引っ張るやつとか出てきたりするんですよね。そうですね、こういった間の、そうしますよね。そうですね、妬みとかひがみとかがこう混じってきてしまうとドロドロしてしまうので。そうですね、うん、まあ、このぐらいが非常に気持ちいいというか、うん、もうなんかいいですもん、1巻の4月は君のその最後のあたりなんかもう自転車に2人乗りにして自転車漕ぐなんて、そんなシーンがあったりとかして、ベッタベタですけどね。ベッタベタベタベタなんですけど、どこのベタなんがいいわけですよ。そうなんですよね、ぜひもう心洗われます。そうですね、おっさんが読むといいと思います。はい、そうですね。心疲れた時に読むと、闇金牛島君を読んだ後に読むといいと思います。あ、すっごいですね、中和的に言いますね。はい。はい。まあ、そんなとこですかね。はい。はい。ね、じゃあ、というわけで、まあ、この辺でお開きにしましょう。はい。はい、お送りしたのは、沢田信也と、はい、メリーです。それでは皆さん、また次回、さよなら。さよなら。